こんにちは。矢田部アリーナ施設工事のため、新しい駐車場への案内をしたいと思います。ナビゲーター役は私、鈴木博士、そして、ウッチーでーす。それでは、行きたいと思います。ただいまは、第二駐車場ですね。矢田部アリーナの前の駐車場からスタートします。それでは、ウッチーよろしくお願いします。はい。まずは、左に出まして、通常の、矢田部アリーナの入り口、あります。こちらを入らずに、コースご利用のお客様はそこを直進していただきます。さあ、そうしますと左手に矢田部アリーナの矢印看板、そして右手にもあります。こちら、右に曲がります。ちゃんとうちウインカー出してますね。はい、右に曲がります。はい、右に曲がってここを直進。さあ、そうしますと奥に矢田部アリーナの駐車場の看板がありますが、注意してください。こちらの砂利道、右側に、民家がありますので、速度は落として走行してください。迷惑がかかりますので。そうですね、そうですね。こちら速度を落としていただきまして、出てきたところ、じゃじゃん、矢田部アリーナの看板がありまして、右手見ますとこれだけ広い、駐車スペースがあります。これは実は、オフロードのコースの裏となります。さあ、そしてウッチーが駐車スペースに向かいます。ちゃんと白線引いてありますから、車1台ずつですね、止めるスペース確保してあります。さあ、しっかりウッチーがバックいや入れまして、あ、なんかまっすぐ止められそうですね、うち。さあ、ここで、止まりまして、入り口が、こちら。オフロードの裏手ですね。こちらから、皆様、解除していただく形になりますので、ぜひ、お間違いのないように、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、それでは、ナビゲーター役、鈴木博士、そして、はい、うっちーでした。ありがとうございました。